皆さん、こんにちは。今回は柳葉敏郎さんの結婚や織田裕二さんとの不仲説に関する話を生い立ちをたどりながらご紹介しましょう。名前、柳葉敏郎、柳葉敏郎。愛称、ギバちゃん。ジョニー、柳葉リーダー。出身地、秋田県大仙市西仙北町。生年月日、1961年1月3日。身長、171センチメートル。血液型、O 型。最終学歴、秋田県立角館高等学校卒業。デビュー、1980年。所属事務所、融合事務所。今やベテラン俳優の一人である柳葉敏郎さんはデビュー当時は歌手でした。18歳の時にオーディション番組スター誕生で応募した柳葉敏郎さんは予選に出場するも惜しくも落選したことをきっかけに地元の秋田県から上京。渋谷で出会ったディスコ仲間たちで構成された路上パフォーマンス集団劇団霊心会に加わります。その後、劇団霊心会から独立した劇団一世風靡の一員として活動するようになった柳葉敏郎さんは劇団一世風靡から派生したユニット一世風靡セピアの中心メンバーに祭りのような掛け声に男らしい振り付けと歌が合わさり、1980年代に大活躍した一世風靡セピアのメンバーの中にはあのこわおもて俳優の相川翔さんもいました。男気あふれるグループのイメージにふさわしく短髪でキリッとした風貌の柳葉敏郎さんのこの頃の愛称はジョニー。一世風靡セピアが前略道の上よりや汚れちまった悲しみにという大ヒット曲を残しながら1989年に解散した後はトレンディドラマに出演するなど俳優として活躍してきました。俳優業でも成功を収めた柳葉敏郎さんは1997年に交際4年目というタイミングで一般人の優子さんと結婚しています。今では愛妻家としても有名で夫婦でカラオケに行くこともあるとか。出会いは柳葉敏郎さんが33歳の時ゴルフのプロアマ戦に出場した際にもともとファンだったという妻からファンレターをもらった柳葉敏郎さんが連絡を取ったことがきっかけでした。柳葉敏郎さんと優子さんの交際期間は4年ほどでしたが、2年目にはもう柳葉敏郎さんは結婚を決意していたといいます。それは優子さんが交通事故に遭って入院したのが結婚を決意するきっかけだったようです。北海道での仕事を終えた柳葉敏郎さんはすぐに優子さんの実家である静岡県熱海市にある病院へ駆けつけ3日間泊まり込みで看病したとか。そんな2人の間には2000年に生まれた娘さくらと2008年に生まれた息子の一路がいます。長女が生まれたことをきっかけに子供は自然環境のいい田舎でという考えから故郷である秋田県に住居を移したのは有名な話。雪国育ちでスキーを特技とする柳葉敏郎さんはスポーツ全般を得意としスポーツ関連のチャリティーイベントの開催にも力を注いできました。2014年で6回目を迎えたチャリティゴルフではチャリティオークションの収益金を東日本大震災の被災地への義援金として寄付。2017年で3回目となるのはチャリティソフトテニスのトーナメントです。大会はペア2人の年齢を合わせた数により0時50、75、100の3部門が実施されます。年齢も性別も関係なく親子や夫婦、孫とおじいちゃんといったさまざまなペアで競うことができるため幅広い年齢層の人たちが交流を持てる楽しいイベントだと好評のようです。これらのチャリティーイベントはいずれも柳葉敏郎さんの地元の秋田県大仙市で行われており、地域の人たちとの親睦も深まっている様子。誰かのためにと実際に行動することができる柳葉敏郎さんの温かい人柄が伝わってきます。柳葉敏郎さんはバラエティ番組ぐるぐる99で垣間見せたたまに親父ギャグなども交えるなど朗らかで気さくなイメージです。その一方で若い頃は大の酒乱というのも業界では有名でした。武勇伝も数多く大御所とされる和田アキ子さんや
志村健さんにまで被害が及んでいるというから驚きです。和田アキ子と一緒に飲んだ時には酔った勢いで100万円相当のロマネコンティを勝手に開けてしまい、一緒に飲みたくにないと言わしめたというエピソードもある柳葉敏郎さん。また酒絡みの騒動でメディアを騒がせた市川海老蔵さんからは、自分よりも酒癖が悪いと言われていると言います。現在は自宅のある秋田から東京に通っています。娘ができてからはだいぶ飲みに行く機会もお酒の量も減ったとか。大切な家族と過ごすプライベートの拠点は故郷でもある秋田に置き、仕事の時だけ都会へ出てくるという生活スタイルを続ける柳葉敏郎さん。チャリティーイベントなどで地域の方たちと交流を深めるなど、公私のバランスを上手にとっている生き方は現代社会における一つの理想形と言えるかもしれません。さて話題を変えましょう。織田裕二さんは以前から自分の出演するドラマや映画において思ったことをいろいろと口出しをすると現場では有名な話、時にはそれが余計な口出しと捉えられてしまうことも。本人は自分の看板となるドラマや映画作品を思ってこそのストイックな性格からやっていることですが、それをよく思わなかったのが柳葉敏郎さん。1997年から2012年までの間、ドラマ、映画とシリーズ化した踊る大捜査線で織田裕二さんは主演、柳葉敏郎さんは副主演という立場で2人の共演シーンが多くありました。当時30代で平成のドラマに多数出演していた織田裕二さんは時の人でした。織田裕二さんはとても真面目で、自分の演技だけでなく共演者の演技にも口出しをするそうです。そして柳葉敏郎さんの演技にも口出しをし、柳葉敏郎さんがそれに対しぶち切れたそうです。また腰痛で撮影を延期がちにしていた織田裕二さんに対して、現場に迷惑をかけるなんて役者として失格と柳葉敏郎さんが発言したという噂が現場を巡ったこともあったのだとか。そして踊る大捜査線撮影中から不仲になったそうです。織田裕二さんと柳葉敏郎さんの共演 NG は本当の話で、2007年7月14日付で公開された朝日新聞秋田版には、自分なりに室井を探りながら演じてきた、なのに主役のチンタオ刑事を演じる裕二君に、それ違うんじゃないって言われてね、それでプッチン来ましてね、そう言われてはやっていけない、もう責任を持ってできないと思ったと綴られています。織田裕二さんとしては自身が主役の作品ですから、チームとしていいものを制作したく、演技について細かく口を出していたようですが、柳葉敏郎さんからすると、後輩から自分の良いと思っている演技に口出しをされイラッとしたのでしょうね。その後柳葉敏郎さんは監督や脚本に、柳葉敏郎さんが演じている役を殉職させてくれと懇願したそうです。さすがに殉職させるのは難しかったようで、制作陣は気を使ってシリーズを重ねるごとに2人の共演シーンを減らしたそうです。2012年のファイナルを最後に、織田裕二さんと柳葉敏郎さんは一切共演をしていません。一部のフジテレビ関係者からは、最後なんだしお互いに頑張ろうという柳葉さんに、最初は無愛想な感じだった織田さんも、お互いにプライベートな話をするうちに打ち解けた、最後は2人が握手をしたと聞きましたと、ファイナル撮影前に和解をしていたと言われています。現在死亡説や干された疑惑がささやかれることもありますが、どちらも事実無根で現在も活躍しています。ちょくちょくテレビに出てはいるものの、踊る大捜査線の時のような主要な役は回ってきていないことから噂が流れたようです。今回紹介した柳葉敏郎さんの結婚や織田裕二さんとの不仲説に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。